ようです。冗談はでしょ。この女はメインディッシュだな。見たところ霊力が急激に上がっているようだ。なんし、クラマの連れの女ですからね。あの妖子クラマが人間に姿を変え、この町に潜伏しているというのは事実だったらしいな。ささ、息のいいうちにどうぞ。この女を喰らえば、あんたの霊力は倍増だ。よくやった、ヒドキ。褒美にお前を、この女の人材にしてやろう。そんな、やつでさら。でかっ。まずい。妖怪にしても人間にしても食うのは女に限る。ここは大した回復力だね。たったの4時間で目覚めるとは。人間の家だな。傷が塞がっている。勝手に手当てさせてもらった。魔界の薬草だ、よく聞くよ。貴様、魔界のものでありながら身も心も人間となって暮らしているのか。事情があってね。君こそ、その邪眼は生まれつきじゃないね。妖気の感じからして最近身につけたものだ。貴様には関係ない。邪眼をつけるのには凄まじい苦痛を伴うはず。それに耐えてまで邪眼の力を欲したということは、なんか事情があるんだろう。関係ないと言っている。ユキナ。上事で何度もその名を口にしていたよ。知り合いかい？その人とヤツデと何か関係があるのか。もしかしたら君が邪眼をつけたのもその誰かを探し出すために。よく喋る野郎だ。傷の手当てをしてなきゃ殺すところだ。例の代わりに忠告してやる。貴様の甘さはいつか命取りになるぞ。その体で戦う気か。奴では手強い。時期を待った方がいい。奴は食えば食うほど強くなる。腰抜けは寝てろ。あ、待てよ。まだ何か用か。名前ぐらいは聞いてもいいだろう。ヒエ。ヒエ、有名な魔界の盗賊だ。しかし彼の剣技でもヤツデが相手では。はい、南野です。北島はどうかしたの？マヤんちから電話があったのよ。まだ帰ってないって。っ、南野くん、どうしたの？急に黙る。感じる。やつではこっちか。俺も同行させてもらう。腰抜けがどういう風の吹き回しだ？事情が変わった。あの女か。ほとほと甘いやつだ。お互い苦労するな。口の減らん野郎だ。気に食わん。決着はヤツデを倒した後だ。工場跡、ここがヤツデの隠れ家か。数年前火事で焼失し廃墟になったマネキン工場だ。最近この辺りで謎の失踪事件が相次いでいたが、やはり妖怪の仕業だったか。黒焦げのマネキンに混じって本物の人間の首や手足がゴロゴロしてやがる。てめえの餌のカモフラージュというわけか。見ろ、妖怪の食い残しまであるぞ。なんだこれは。ヘドキー。
奴のしもべだ。北島、まさか。貴様らもすぐにそうなる。いい、貴様もしつこい奴だな。そんなにこの俺に食わりたいか。もう一度だけ聞く。貴様が氷目を食ったという話は本当か。あんなうめえ妖怪は初めて食ったぜ。その氷目の名を言え。ふん、飯の名前なんだ、いちいち覚えちゃいねえよ。貴様安い。ほう、お前が妖子クラマか。なに、クラマ。今日女をさらったな。彼女はどこだ。あの女に会いたいか。まさか。すぐに会わせてやるぜ、俺の腹の中でな。貴様ローズウィン。ガキに憑依した貴様など取るに足らぬわ。数が何人来ようが同じことよ。単独の攻撃では奴の八方の手に簡単に防御されてしまう。バラバラに攻撃していてはダメだ。即興のコンビプレイか。所詮つけやきまよ。懐が開いた。今だ。うまい。貴様らの考えなどお見通しよ。に、人形替え玉か。へい。油断したな。とどめだ。レス三子。こんなことなら先にあの女を食っとくんだったぜ。何、北島は無事なのか。よりによって飯時に行きやがって。貴様、氷目を食ったというのもただの狂言だな。そんな上等な妖怪一匹でも食ってりゃ、てめえらなんかに負けて。こいつも違ったか。北島。あれ、南野くん、なんで。そっか、夢か。夢だよ。覚めれば全てを忘れられる。いい香り。忘れられるさ。俺への思いも全部。無限花の花粉だな。記憶の消去か。それが彼女のためだ。貴様があの妖子クラマだったとはな。そうか、まだ名乗ってなかったな。俺の聞いた話では、クラマというのは残忍な心と長い銀髪、刃のように鋭い妖気を持つ妖怪だったはずだが、なぜ元の姿で戦わなかった。できないんだ、この体は。
脅威というより融合に近いらしくてな。俺は鞍馬であると同時に南の周一でもある。貴様、それで感情まで人間になり下がったか。確かに前ほどの勇気は俺にはない。だが代わりに守るべきものができた今の自分も気に入ってる。その人たちを守るためなら俺は前以上に非常にも強くもなろう。君が大切な人を探すために邪眼を取り付けたようにね。貴様と一緒にするな。虫図が走る。行くのか。ああ、もうここに用はない。また会えるかな。敵としてか。どちらでも、俺は敵でも味方でも構わない。貴様が先に死ななければな。この一年後、俺たちは再び戦うことになる。霊界の三大秘宝と恨めし祐介をめぐって味方として。